星を見てたんだ。星がとっても綺麗だよね。あ、見てクモリン、夏の大三角形。何それ？あの明るく光ってる3つの星だよ。あの3つをつなげたら三角形になるってこと？そうそう。へえ。デネブ、アルタイル、ベガって名前があるんだけど、他にも名前がついてるの知ってる？わかんない。考えてよ。ヒント。そういえばもうすぐ七夕だよね。そうだね。ねえ、ヒントは？それがヒントだよ。わかんないよ。じゃあ七夕といえば？そうめん。クイージ他にあるでしょ。オクラ。だからクイージ。確かに星の形してるけど、なんだろう。七夕といえばな登場人物がいるじゃん。あ、織姫様と彦星様。ビパビパビパーン。ベガが織姫で、アルタイルは彦星。え、じゃあもう一つは？デネブは天の川に橋を架けた鳥だよ。へえ。あ、七夕といえばもう一つ思い出した。何？短冊。願い事書かなきゃ。そうだね、僕たちもお願い事書いて笹に飾ろう。お父さんみたいな太陽になれますように、と。あー、そうさん、にってどこ書くんだっけ？縦線書いてその横にこって書く。こがわかんない。じゃあこれを使おう。これをなぞると、ほら、簡単にひらがなが書けちゃう。本当だ、練習にも見本にもなるね。他に何がわからないの？次はね、ゆは難しいよね。次は？うーは書けるし、ど。にゆうど？くもりん、何をお願いするの？入道雲になりたい。夏限定じゃん。秋は鱗雲になりたい。変幻自在だね。頑張って。うん、できた。笹に飾っていい感じ。願い事叶うといいね。ねえ、そういえば織姫様と彦星様はなんで離れ離れになっちゃったの？織姫様のお父さんが怒って二人を離れさせたんだ。どういうこと？織姫様も彦星様も天の川の近くに住む人たちにとってとても大切な仕事をしていたんだ。ほうほう。ある時二人は恋に落ちて、そのまま結婚。織姫様のお父さんである天の神様も二人がとっても働き者だったから結婚を許してくれたんだけど。けど？結婚した二人は二人だけが楽しい生活を送って仕事をしなくなっちゃったんだよね。大切な仕事なのに？そう。それでだらけた生活を続けた織姫様と彦星様に怒った神様が、二人が会えないように天の川を挟んで離れさせたってわけ。へえ。だらけてたら怒られちゃうのか。そのうちクモリンも怒られちゃうかもね。そんなことないし、ちゃんと規則正しい生活してるし。ほんとかな。じゃあこれで普段のクモリンを再現してみてよ。いいよ。この時計は7時を指してるね。このアンパンマンがクモリンだとしたらどうする？え、7時でしょ、まだ寝るよ。はい、だらしない。お昼過ぎてから起きるのなんて最高。パジャマはどうするの？脱いだら？え？脱いだらどうするの？どうもしないよ。だらしないパート2で。脱いだら下がないと。普通のことすぎて頭からすっごい抜けてたな。じゃあ見逃そう。次はご飯。その後は歯磨きはないかな。だらしないパート2。パート2。いや、するよ、するって言おうとした。本当に？本当に本当。ほら、綺麗になった。セーフにしてあげよう。次はトイレ。使った後は流す。クモリンの辛いところだよな。みんなだよ。最後はお風呂。ちゃんと綺麗に洗ったらストップ。いいね。こんな感じ。夜寝るときは？眠くなったら寝るよ。具体的には何時くらい？12。あー、クモリンとね、1回しか会えなくなる日も
様置いて完成。あー、食べ物見てたらお腹空いた。そうだね、せっかくだから流しそうめんしたいよね。いいね、どっかに流しそうめんできるとこないかな。あったあった夏だ、七夕だ、流しそうめんだ。これ大きい、テンション上がってきた。量が多いよ。これくらい。おお、流れた。夏だ、七夕だ、流しそうめんだ。スライダー、スライダー、スライダー。キャッチ、いただきま
違う。うわ、これイカそうめんじゃん。カカカカカ。ノイズ。まあ流しそうめんには違いないよね。くもりんも知ってたなら止めてよ。ごめんごめん。俺様も食べるから早く流せ。しょうがないな。スライダー。スライダー。キャッチ。うめえ。何が美味しいの？流しそうめんだ。ゼリーじゃん。お願い。いいよ、スライダー。タッチ。ゼリー。そりゃゼリーだからね。あ、スクモだ。スクモも一緒に流しそうめんしようよ。いいの？もちろん。いくよ、スライダー。タッチ。すっごく美味しい。私も流してみたい。スライダー。タッチ。え、これグミじゃん。美味しい？そっか。もう一回俺様だ。いくぞ、スライダー。キャッチ。で、これまたイカそうめんじゃん。ガッ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 。僕も流したい。スライダー。なんでだよ、無駄ないのさ。いや、ゼリーじゃなくてそうめん食べたいんだけど。スライダー。スライダー。ビッグストリームそうめんスライダーエクストリームジャンボだよ。流しそうめん楽しかった。みんなもこれを使って流しそうめんをしてみてね。バイバーイ。最後まで動画を見てくれてありがとう。チャンネル登録よろしくね。もっと面白い動画があるよ、見てね。上と下どっちがおすすめ？両方とも見てほしいな。ここのボタンを押すんだ。またなー。バイバーイ。